ヤホスクリスです。はい、今回はね、前回紹介したこちらね、リチャードソンジリスの、動画なんですけど、今ね中に隠れちゃってますねはい、こんな感じでねいるんですけどね、今回はねお迎えね、まあ、この動画撮ってるのはもうお迎えしてね何日か経ってる日なんですけど、お迎え2日目からね結構いい感じにね、慣れてきてくれたんでね、その動画をね撮っていきました。じゃあね見ていきましょう。はい、こんな感じでね今リチャードソンジリスのこんなの子いるんですけど、いやー、お迎え2日目からね、なんとねこの子手からねご飯をね余裕で食べるようになりましたね。まあ、ペレットとあと前にね言ってた乳酸菌のタブレットみたいなご飯はめちゃくちゃね食いついてくれてるって感じですね。まあ、やっぱりね、まあご飯ね美味しいものにはね、生き物引きつられるということで、こういうところからね少しずつ慣れてくれたらいいなって感じでね、こんな感じでご飯はね持ってたら寄ってきてくれるようにはなりました。まあ、最初ね、まあ、今みたいな感じで結構ね人にはねまだそんなに慣れてないんでね、後ずさりしちゃったり、まあね、自分がね帰ってきた時とかは後ろの方に隠れちゃうこととかがまだまだね多いんですけど、ご飯の時とかなんかねご飯あげるよみたいな合図してるとね前の方に寄ってきてくれたりするんでね、まあ、やっぱりねちょっと慣れる素質はあるんじゃないかなって感じでね、もうご飯をね手から食べてくれるっていう、いや嬉しいですねそう、ご飯はね前回もねおきえさからね食べてはいたんですけど、いやついにね、ついにっていうかまあ2日目からだけど手からね食べてくれました。うん、もうこれは慣れへの第一歩ですね。はい、まあこんな感じでねよく食べてくれるいい子ですね。でね、まだねこの子の名前をね結構ね悩んでて、いやどうしようかなと思ってね、もうね何日か5日ぐらい経ってるんですけど、なかなかねパッと思いつくものがないんでね、まだこの子の名前決まってないけど、多分ね次の動画になる頃くらいには決まってるんじゃないかなと思います。そう、こうやってねやっぱねもぐもぐ食べてる姿がね本当に可愛いんですよね。まあ、ただねこの子はね今あげてるのがジリスフードっていうねやつなんですけど、乳酸菌のペレットの方が食いつきはねめちゃくちゃいいですね。まあ多分ね好き嫌いがやっぱりあるんだと思いますそう、こうやってねご飯食べてる時ね、まあこう言っちゃなんだけど、爬虫類の飼育でもやっぱ慣らすためにはね、なんかご飯を食べる時にね何も手出しをしないみたいな、何もしない人ですよっていうアピールしてた方がね慣れてくれる気はするんでね、ご飯食べるときはもうねいつも見守ってますね。はい、でこんな感じでご飯食べたらねすぐ前に寄ってきてくれてね、次よこせと言わんばかりにまた食べに来ますね。そう、一個ね食べるともうご飯の時間なんだっていうのを分かってね、ずっと前の方来てくれるんでね、やっぱり賢いですね。うん、めっちゃガリガリして食べてますね。やっぱねリスはしっかり歯がね鋭いんで、もうガブガブ食べますね硬いものでも。でも意外とこんな感じでね人の前でもご飯は食べてくれるようになってくれたんで、あとは、まあ、やっぱり普段はね人に慣れてないんで、まあ、普段ね慣れてくれたらもう大丈夫かな、何かあった時も。まだねこっちから触るってことはねほとんどしてないんで、あっちからこの子からねご飯の時とかは特にね前の方に出てきてね手の上乗ってくれたりすることもあるんですけど、まあ、こっちからはねまだ触ろうとすると逃げようとしちゃうんで、まだねあんまり触らないようにはしてます。そう、だからご飯の時にねどれだけ慣らせるかって感じかな。でね、今隣にチモシーも置いてあるんですけど、チモシーねたまにね2日かな今んとこに1回ぐらいで交換はしてるんですけど、まあなんかねふわふわにして置いてるけど、見たらねいつもねなんかなんて言うんだよ、踏まれたみたいな状況になってるから、食べてるのかはねチモシーはちょっと分かんないんですよね。
だからちょっとね、スイッチボットね、家にあるんでね、それをつけてね、家にいない時間のはね、確認しようと思います。まあでも、自立フードとタブレットはよく食べてるんでね、まあ、ひとまず安心かな。はい。で、これがね、さっき言ってた乳酸菌のタブレットってやつなんですけど、これをね、この子めちゃくちゃ好きでね、もうこんな感じで、今手の上に乗っけてるんですけど、前のめりになってね、食べに来ますね。まあ、これは1日に2つぐらいあげるものって書いてあったんで、リスだと。まあ、だいたい2、3個ぐらいしかあげないんですけど、こんな感じでね、もう手の上に乗ってでも絶対に食べようとするっていうね。いや、まあ、そんだけ美味しいのかな。いやー、めちゃくちゃ可愛いですよね。そう、こうやってね、ボリボリ食べるんですけどね、このタブレットはね、結構下にね、落ちちゃってね、床材いつも漁ってますね、これの残りがないか。まあ、やっぱりね、爬虫類と違って、両手で掴んで食べるところもね、いや、めちゃくちゃ可愛いな。いやー、念願のね、やっぱリスの飼育なんでね。もうやっぱ日々楽しいですね。なんか、初めて双子をね、お迎えした時を結構思い出すかな。めちゃくちゃなんかワクワクしてる感じの飼育の楽しさをね、思い出しましたね。やっぱり何でもかんでもね、初めての飼育っていうのはね、ドキドキワクワクですね。はい、順調にね、食べてくれてます。まあ、結構ね、この子は今んとこご飯ね、10個粒ぐらい、さっきのね、自立フード1回で食べるぐらい結構食べるんですよね。っていうのをね、朝夜あげてるって感じですね。なんか、いろいろね、調べる感じ、まあ、体重の10%から15%だったりね、あとは、10g ぐらいにしたりっていうのを聞いてたりするんで、まあ大体そこら辺の間を取ってね、あげてるって感じで。まあ残すことがないんでね、腹8分目ぐらいにはなってるんじゃないかな、毎回。はい。で、こんな感じでね、いつもご飯食べた後は、お腹じゃない。口の中パサパサになるのか水飲みに行きますね。めっちゃ今伸びしてたけど。はい。こんな感じでね、水ごくごく飲みますね。なんか水入れもね、これ、お店にあったやつはね、これじゃなかった気がしたけど、まあでもこのタイプでもね、全然すぐ飲み始めてくれたんで、まあやっぱね、本能的にわかるのかな、これが水っていうのが。よかったですね、とりあえず。で、今回はね、まあ手からご飯をね、食べてくれるぐらい、まあ少しずつ慣れてきたよっていうね、動画なんですけどね、この子ね、今まあ右側に置いてある回し車もね、結構使ってるんですよね。お店にあった時、いた時はね、床材に巣箱しか置いてなかったから、こういう回し車はなかったんですけどね。その動画もね、まあ、ちょっとはね、撮れてるんでね、また次の動画でね、見せれたらいいなと思います。はい。まあ、今回はね、こんな感じで、リチャードソン・ジェイスの女の子、この子がね、手からもご飯を食べてくれるぐらい、いい感じにね、慣れてきてくれたよっていう動画でした。最後はこんな感じで寄ってきてくれたけど、もしよかったらチャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃ、バイバイ。